まあ、せっかくだから2021年これやったなって言える企画取りたいなと思って、一回じゃあ考えてきたの言っていい？はい。ネイチャーコンサートなんだけど、ネイチャーコンサートにヒマラヤ、どうって、ヒマラヤ、ヒマラヤ300、絶対バズると思う。絶対無理だと思う。え、でも絶対無理ってところから始める。違うじゃん、ヒマラヤ300でしょ。そうだよ、外国ですか。そうだ命がけで行くとこだよ。そうだよ、俺は本当に命をかけてるから。私は無理です、できません。ごめんなさい。でもちゃんとあの専門隊の人たちに行って、俺たちだけで行くわけじゃない。何年のトレーニングが必要だと思う。そこにたどり着くまでです。登山家になっても行けない場所だからね、プロの登山家。まあいいや、次やるからね、はい、ギリギリダメな毒キノコ食べてる。全部命がけだ。食べ物系が苦手ってことか。いや、なんか引っ掛けに行ってんなと思って。あーすごい。何引っ掛けに行ってる。ナンパみたいなこと言うじゃん。何いや、なんか引っ掛けに行ってんな。このじゃ あの多分コロナも多分夏に落ち着くじゃないですか。落ち着かないと思います。いや、分からないけど、落ち着いたらね、2試合で1大イベントやってもいいかな。24時間生配信みたいな。まあそうだけど、私24時間生配信みたいな今年もやりたいんですけど、それはおいおい考えましょう。なんで今考えてないのそれ。何してんの今。いや、俺考えてきたし。分かった。サマーナイトビキニコンサート。もうめちゃくちゃだこの人。何言ってんの。着るってことですか。サマーナイトビキニコンサート。一から説明する。普通の夜。みんなビキニで集合。どうする。男も。ビキニ着んの。そうするとさ、なんかほら若い子たちがみんな来る。来ない。今若い子たちビキニ流行ってないんだからね。ワンピースだからね、今流行ってる。そうなの。つながってて、じゃあサマーナイトくびれのとこだけ空いてるの。サマーナイトワンコンサート。ワンピース普通のコンサートじゃん、それ。もうちょっと若い子たちの意識してもいいってことか、じゃあ。でもさ、西谷チャンネルのその若い子たち、指示は ASMR が中心じゃん。 ASMR に紐付けたイベントとか、うん、じゃあサマーナイト ASMR ビキニコンサートとか。ビキニみんなで出る的なやつ。サマーナイト ASMR キャンプ。ああ、そういうのいいね。キャンプでささやきで朗読とか、ささやきで歌うとか、ささやきで雑談会するとか、キャンプ。あ、それいいかも。ただソーシャルも保てるし、ライディングさん的なやついいですね。ライディングさんいいが、ロボ2試合バーディーみたいな。あ、じゃあその方向で一回考えてみよう。サマーナイトビキニキャンプコンサートってビキニ、ビキニ、ビキニ好きだな。仕上げないと体、ひろたさん。私はリベッタさん。あ、痛いっちゃんじゃない。みんなリバース。私はカラオケ90点以上取れなかったら往復ビンタっていう。つらっ。スパルタじゃん、今日のやつ全部。絶対90点以上取らなかったら往復ビンタ食らうっていう、その緊張感とともに曲もなんかこうくじに。好きなやつ選べないの。選べないです。自信あると絶対90いくもん。そんなのつまんない。ビンタ、じゃあ代わりに自分が受けましょうか、ビンタ。なんでだよ、面白くない。2人こう立って、息は私が受けて帰りに行くと。痛いのはまあいけん。できれば行きたくないよ。足つぼはさ、ほら健康につながるから、うん、今までは良かったけど。ビンタマッサージみたいなのがあったら別にじゃあいいってことでしょ。今言ったやつで、まあ自分なりに一回見えてんなみたいな。やっぱりサマーナイトビキニキャンプコンサート。そうですね、あのやるって決まったらそのビキニのところ添削ちょっとしたいなと思ってますけど。消すんかい。サマーキャンプとかはこのコロナ禍でもやりやすいものだとは思う、うん。まあ、これいけるから多分ここで言わなくてもいいかなと思ったんだけど、はい、バンジージャンプ、あの降りてる途中だけでワンコーラス。バンジージャンプの降りる時間多分2秒ぐらいです。
それをずっと重ねて永遠に降り続けてるバンジーでワンコーラスで行く。何回もバンジーをするってこと。そうそうそう、バンジーやりたいって言ったよ。バンジーはやりたいけど、それワンコーラスいけんじゃん。この部分でこの1回のバンジーで A メロの二言ぐらい言って、二言ぐらいそれずっとつなげておけばずっと降りてくる映像になるっていう、まあ、面白くないですか。どうせバンジーやるんだったらもっとバンジー自体がもっと生きる見せ方。あ、すごいバンジー生きてますか。本当、うん、どうですか。ちょっと想像したら面白そう。面白そうでしょ。あ、TikTok っぽいと思ったじゃん。ね、自分だけでもいいですね。バンジーって言ってもさ、1回降りて上がって降りてを多分 4,5 回繰り返すじゃん。その 4,5 回で歌えるとこまで歌って、で1回きりでバンジーなんて、そんなアイドルみたいなさことになれないよ。今さ何回か飛ぶからその 4,5 回のバウンドで、例えば A メロ頑張って行き切って、2回目のジャンプで B メロ行き切って、 4,5 回のバウンドで、3度目か4度目かでやっとサビを行ってみたいな、そんな感じになるよね。最初のここだけのストロークで考えてない。そうそうそう、2、3回のこのバウンドも加味してる。そういうことか。そうじゃないと効率悪すぎるから。最初のストロークでしか考えてなかった。効率悪すぎるじゃん。そうそう、1回のジャンプにじゃあいくらかかる。じゃグロスでやってもらう。何グロスって。グロス契約。そんな人いないよ。バンジーグロス契約。グロス契約バカなんじゃない。グロス販売してません。バンジー。バンジーはいいんだけどね。ちょっとまあじゃあそこはじゃあちょっと新しいのを考える。効率ですよね。効率。